お疲れ様です。19時です。追加をしないと申し上げたんですけども、まあ、ちょっとね、一般公開動画で FX の、まあ、相場解説していこうかと思います。これ今、1時間軸を見ていただいてますけども、どうですかね、コードの限界点139円、タッチするかしないかっていうところで反転して、売りの方に入りました。で、これがね、あの、押し目であるというふうに考えられればエントリーを待てるんですけども、ずっと今まで考えてたのは、 今更エントリーして倍に入ってももう遅いんじゃないかなと思ってる人いるんじゃないですかそういうふうにここまで来た人いるんじゃないですかで、実際ここまで値段が上がっちゃったから入れないと思ってる人は今度下がり出したらどんどん下がりそうで怖くて入れないでしょ。だからエントリーのチャンスをずっと失ってこれからも失い続けるわけですよ。だから発想を変えていかないといけないのと、あと勇気を出さないといけない。そして勇気が出ないんだったらポジションを持たないことですよ。 ポジションを持たずに、つまりロットを入れずにデモでエントリーしてみてください。デモでエントリーして、あ、なるほど、自分の考えが修正できるようになったなと。わかるようになってきたな。テクノロジー、テクノロジーじゃない、テクニカルが使えるようになってきたなと思ったら、その時ね、あの、ロットを入れればいいじゃないですか。なんで勝てるかどうかわからない実力がまだまだ全然の時に、どうしてもエントリーにロットを入れたくなるんですかね。 だから、肝心な時に勇気が出ない。っていうか、肝心じゃない時にも勇気が出ないんですよ。だって、ロットを入れなければ勇気いらないでしょ。だって、1円も失わないわけですから。うん。だから、この辺にね、まだギャンブル根性が残っていて、金は欲しいけども、失いたくないと思うわけでしょ。で、その考えは大事なんですけども、FX って、あの、テクニカルを追っかけていくゲームですからね。テクニカルをずっと忠実にやっていったら、なぜか死んだけども、残高が増えていくっていう感覚なんですよ。 までですんでね今ストップモーションお見せしてますけどもこれがはっきりでどこまで落ちるのか分かりませんけども今の時点ではね私はこれから相場を閉じて明日の朝っていうかね深夜の2時とか3時に起きるでしょうその時に全て考えを求めてどこでエントリーするか決めますよそれでも間に合うと思うんでね、うん、だから手遅れってことはないんですよ今さらってこともないんですよなぜならチャートは24時間360日土日を除いて動いてるでしょ だから、どこで入ったら遅いからもう手出しのしようがないとかないわけですよ。まあ、いろいろと、いろいろとね、精神修行ですねで。でもテクニカルができれば、精神いらないですからね、今度ね。以上です。ありがとうございました。また明日。